はようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションナワーです。今日は1月17日日曜日、コミュニケーショントレーナーの高野文雄がコミュニケーション上重要なポイントを一つお伝えいたします。ただ見てるだけで自然に名コミュニケーターになっていく私のバイリンガルビデオです。今日は土日ですので3分にとどめず、ちょっとオーバーするかもしれません。ご容赦ください。お休みですのでどうぞ。私のこのビデオダイアリーですが、レターが来ましてですね、とても尊敬している私の吉本さんという先輩とかですね、伊田さんという友人がですね、高野さんのマイビデオダイアリーを毎日見てくれてますよと、あなたの英語を毎日聞いて私の英語をブラッシュアップしてますというレター、嬉しいですね。一人の方はですね、まあ東大を出てハーバードまで出てる人なんですよ。そういう方がですね、そう言ってくださる、嬉しいですね。伊田さんという方はですね、まあ超一流企業の経営企画から何からやってる方ですが、その方も毎日私のマイビデオダイアリーを日本語と英語で聞いてくださってですね、毎日が楽しみですと言ってくださってます。世の YouTuber はですね、人数を増やせばいいという考えでですね、人数1万人以上を超えるとお金が入ってきますから、私はその YouTuber としてですね、お金を稼ごうと思ってません。今申し上げた吉本さんとか伊田さん、2人だけでもいいんです。そういうですね、本物が聞いてくれているということがですね、私のやりがいですね。この朝、今早朝連合太極拳から帰ってきましたが、今日はですね、私の住んでる行徳の駅前公園は冷夏です。冷夏、テレビの温度を見たらですね、5度 C でした。5度 C、外は冷夏。そういう中に毎日ですね、1時間早朝連合太極拳をやる、毎日続ける、このサステナビリティが私は重要だと思ってます。今日はですね、太極拳の方々は女性陣が30人ぐらい、男性は3人いましたね。一方ですね、隣でやってる、まあ、50人以上の人がやってる早朝体操はですね、今日は3名ぐらいしかいませんでした。寒さに耐えられないから来れない、そういうですね、まあ根性な人は言いませんが、続かない人だらけなんですよね。世の中は本当に続く人は 5% しかいない。はい、時間3分経ってしまったんで、今日の本題をちょっとお話しして終わりにします。1分でですね、今日はですね、持続可能な開発も目標 SDG 17目標あるわけですけど、その中のですね、今日は12番目、作る責任、使う責任。これはですね、プロダクトライアビリティといってですね、生産者も使用者もきちっと目的に沿った生産、きちっとした使い方をしなさいよということなんですよ。日本人はですね、特にですね、飲食でもう食べ残しとかですね、残飯で捨てるものが世界一だって言われてます。まあアメリカはもっとひどいですけどね。もう私アメリカ行ってた時、もうバカの国だなと思いましたね。これくらいのサラダを食べるんですけど、これくらいバケツ一杯出てくるんです。バカみたい。量があればいいって国ですね。あ、ものすごい貧乏人の国だなって思いましたね。はい、まあそれはいいんです、どうでもいいんですが、作る責任、使う責任。私は一番尊敬している企業はですね、ホンダ技研です。ホンダ技研、作る人の喜び、使う人の喜び、ホンダ技研の製品で社会全体が喜ぶ、作る喜び、売る喜び、買う喜び。ホンダ技研なんかはですね、もう遠くから遠くにですね、この SDG が唱えてる17の目標をすでに会社として体得してますね。だから世界のホンダになってるんですよ。アメリカで私は過ごした時ですね、アメリカの人がこう言ってました。私はこの会社で頑張って
金を残したら本田技研の車に乗るんだと、これが私のサラリーマン人生の目標ですって言ったアメリカ人がいました。私は日本には SDS 持続可能な開発目標が一番根付く国じゃないかなと、この SDS を勉強する中で思いました。